はいどうもこんにちは、カジマックです。先日キャンドゥさんでこれトゥルーワイヤレスイヤホン見つけてきました。カラバリ2種類、ホワイトとブラックのうち今回はこれブラック買ってきました。お値段なんと税込み1100円、1000円ワイヤレスイヤホンです。はい、これパッケージも結構凝っていて、背面は透けると本体が見えてます。はい、こんな感じのトゥルーワイヤレスイヤホン。ちなみに販売元は株式会社イーコアさん、結構聞き馴染みのある会社さんです。背面商品の仕様はこんな感じ。 Bluetooth バージョンは 5.1 で、太陽光デックは SBC。 ただ気になったのはここ連続再生時間が2時間っていう部分、これはちょっと短いですよね。で、本当に2時間しか持たないのか、今回ちょっと試してみたいと思います。はい、それでは開けて中見ていきます。パッケージには封印シールなし、パカッとそのまま開きます。はい、それでは行きます。せーの。中身はマイクロ USB ケーブルに説明書。はい、こんな感じで、あ、ちゃんとした説明書が入ってました。イヤホンの操作方法はこんな感じ。よかったら一時停止を駆使してご確認ください。で、あとは本体ケースは、あ、こんな感じ。うん、なるほど。ちょっと蓋にガタつきあったり、チープさは否めませんけど、まあ、でもコンパクトで、指紋も目立ちそうにないんで、悪くないかもしれません。イヤホンを取り出して、収めてみます。あ、インジケーターつきました。もう一つ入れて、はい、こんな感じ。本体はこういった、これも、指紋は目立ちそうにない、ツヤ消しの感じ。はい、こんな感じになってます。イヤーピースも交換可能なんで、やっぱり低反発イヤーピース使ってみたくなりますよね。で、ここが押し込めるボタンになってます。物理ボタンは意外と誤操作少なくていいかもしれません。はい、それでは接続したい機器の Bluetooth 設定を開いて EC001-K29 これをタップします。ペア設定をタップ。はい、接続できました。太陽光デックは SBC、 バッテリー残量も確認できました。それではしばらく音楽に動画視聴してみたいと思います。はい、視聴終わりました。まずは逆位相チェック、ここは問題なく正常でした。で、動画の遅延について、ここもプライムビデオのドラマに映画見てみたんですけど、全くないわけではないけど、全然僕的には許容範囲、気持ち悪くない程度の遅延で意外と優秀でした。で、肝心な音質について、正直好みは分かれるかと思いますけど、動画や人のお話を聞く分には、まずこれ、十分使えるんじゃないかと思いました。で、音楽に関しては、かなり細かい音の再現性も高めで、左右に広がるステレオ感、ここも結構評価できました。ただこれあくまで、僕の主観ではあるんですけど、音の奥行き、で、あと高低差、このあたりがちょっと薄いような気がして、全体的に印象は、横には広いけど、のっぺりした感じ？そういうイメージはありました。でもこれ厳しめに言ってる感じで、実はかなり、よくできのイヤホンと言えそうです。若干こもったようには聞こえるんですけど、ちょっとイコライザーをいじってあげると、スッキリする感じで、特にさっきもお話しした、細かい音の再現率、ここはこの1000円イヤホンっていうくくりの中では、かなりよくできです。ただ残念ながら、バッドポイントとなり得る部分としては、まずこの本体の操作、結構よく使うかもしれない。音量の上げ下げ。それが、左右3クリック。はい、これどうですか？しかもこれ物理ボタンなんで、ちゃんと押し込んでの3クリック。なかなかハードル高いですよね。はい、このあたりの仕様。ちょっと残念ポイント。で、あとね、このイヤホン。左右どっちでも入ります。なんで、はい、結構大きめに。LR 表記はあるんですけど、形が全く同じなんで、このあたりの付け間違い、ご注意ください。いやーでも、ほんと1000円にしては、かなりいい線いってるんじゃないかと思いました。音割れなんかもまず感じないし、最大音量はちょっと小さめな気はしますけど、最小音量、これはもう聞こえないぐらい小さくできます。このあたりもお安いイヤホンは、最小音量でかすぎて困るという方もいらっしゃったんで、最小音量は大丈夫です。はい、で、あと気になるのは動作時間。2時間っていうのはちょっと短いですよね。本当にそれぐらいしか持たないのか、この動画の最後に検証結果をつけておきます。よかったらチェックしてみてください。で、こういうイヤホンを買うと、やっぱり音楽聴きたくなります。
Amazon Music Unlimited 改編解約、そういった話をこの前したんですけど、今それに伴ってキャンペーン3ヶ月もしくは6ヶ月無料、そういったキャンペーンを展開してます。説明欄にリンク貼っておきます。そちらをポチッとしてみて、こちらの3ヶ月無料あるいは6ヶ月無料、そういった表示が出たら対象アカウント、いや羨ましい、よかったらぜひチェックしてみてください。ということで今回キャンドゥさんで新しいトゥルーワイヤレスイヤホン、こういった商品出てたんで買って試してみました。でこの後バッテリー持ちの検証、はい素人検証にはなりますけど、その結果つけておきます。よかったらご参考になさってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。まずはこちら内蔵マイクテスト。もしもし、今これ iPhone 12 に接続してキャンドゥ1000円ワイヤレスイヤホン、その内蔵マイクで録音してます。音声の感じどうですかね。小さい声で喋るとこんな感じ聞こえますか。はい、これが100円ショップキャンドゥで販売されている1000円ワイヤレスイヤホン、内蔵マイクの音声です。で次バッテリー消費テスト。 100% 充電からボリューム約 50% で2時間音楽かけっぱなしにします。その結果ドーン、はい 40%、 いや結構残りました。この感じでいくとあと1時間以上は大丈夫だと思います。よかったらご参考になさってください。